はい、では桜井辰徳選手です。よろしくお願いします。桜井辰徳選手に聞く30問30答、たくさん答えていただきます。それでは早速いきましょう。サッカーを始めたきっかけは？サッカーを始めたきっかけは、まあ、家にいろんなサッカーボールとか野球ボールとかバドミントンとかいろんな道具があって、でお父さんと遊んでる中で一番楽しかったのがボールを蹴ることだったんで、サッカーもボールを蹴るのが楽しくてサッカーを始めました。へえ。でそれからサッカーも習いに行ったんですね。はい、そうです。おお。それはいつぐらいですか？少年団に入ったのは小学1年生です。子供の頃の将来の夢は？子供の頃の将来の夢はサッカー選手です。ずっとプロになりたいと言ってました。はい。もうその夢になったのはいつぐらいからですか？サッカー選手が、もう現実的になれる自信っていうか、なれる可能性あるなと思ったのは高校の時かなと思います。次、子供の頃の憧れの選手は？小学校の時、埼玉にいて浦和レッズが好きで、その時、阿部勇樹選手がすごい憧れの選手だったのは記憶にあります。現在、仲のいい選手は？仲のいい選手は、まあ、今までずっと大樹君とか源太君とかって言ってたんで、まあ、最近は結構しおん君とロッカーも隣なんで結構仲良くしてもらってます。お、まあ、出身地も近いですね。はい、そうです。同じ関東でよくしてもらってます。どんなこと話してるんですか？いや、特になんかそんなしょうもない話しかしてないです。チーム内で目標とする選手は？は、ホタルさんですね。ボールを奪うところもそうですし、まあ、あとはボランチの選手がその得点に関わるチームは強いと思うんで、まあ、そういう中でホタルさんはアシストもできますし点も取れるんで、そういうところはすごいなと思います。もう結構近づけてきてますか、ホタルさん？いや、全くです。全然全くむしろ離れちゃってます。離れてはないと思いますけどね。どの辺が足りないですか、ホタルさんになるためには？ホタルさんを目指すためには守備の奪う部分もそうですし、あとは自分に足りない点に関わるってところをもっとこだわってやらないと近づけないなとは思います。次、サッカー選手としての今後の目標は？まずはヴィッセルで試合に出ることです。今はそれが一番の目標です。高校時代、前橋育英高校を選んだ理由は？小学校6年生の時に選手権を見てて、でその時に前橋育英が準優勝して、でそのパスサッカーにすごい魅力を感じて、小学校6年生の時から前橋育英に入りたいって思って、まあ、それで前橋育英を選びました。高校サッカーとプロで一番感じた違いは？まあ、スピード感とかフィジカルの部分もそうですけど、やっぱりそのサッカーに対しての向き合い方っていうか、その一人一人が生活かかった中で、そのプロはサッカーやってるんで、そういう部分で本当にそのピッチ内の意識とかピッチ内外どっちの意識とかもすごい、プロってすごいんだなっていうのは一番違いを感じた場所です。次、高校時代は何と呼ばれていましたか？タツって呼ばれてました、普通に。はい、高校の時から、あ、中学の時からもずっとタツって呼ばれてます。今は仲間に何て呼ばれてますか？大樹君にはあのタツヤって言われてて、なんかタツよりタツヤの方が呼びやすいからタツヤって大樹君は言ってるんですけど、それがなんか他の人にも浸透しちゃって、練習中にナイスタツヤって他のコーチとかに言われるんで、達也じゃなくて達なんだよなっていうのはすごい思います。
もうちょっと辰徳の名前を勘違いされている可能性もありますね。多分大地君のせいで達也が浸透しちゃってると思います。次、勉強のことについて、好きな教科と苦手な教科教えてください。好きな教科、高校の時、高3の日本史はすごいです。なんか先生の教え方がうまいっていうか、授業楽しくて、日本史はその先生のおかげでだいぶ好きになったかなっていうのは。苦手な教科は理数系が苦手です。次、高校生活で一番楽しかったことは？自分男子クラスだったんで、普通に一日みんなと一緒に授業を受けて、授業がそんな、なんか授業になんない感じの時もあって、男子クラスですごいうるさくて、でもうすげえバカみたいなことする人もいたんで、そういう普通の日常が一番楽しかったです。なるほど、前橋育英高校、共学といえど男子だけのクラスがあるんですね。はい、自分スポーツコースで結構男子が多いコースだったんで、自分は男子クラスで、すごいクラスでいる時間がすごい高校生活では楽しかったです。次、ヴィッセル神戸に入ろうと思った理由は？練習参加したときに単純にすげえレベル高いなって思って、でここに入ればその、今後自分がプロとして長くやっていくために、いろんな選手からいろんなことを学んで自分の成長につなげれるなと思ったんで、ヴィッセル神戸に入りました。実際に入ってみていかがですか？毎日すごい刺激的で、いろんな選手から吸収できているなっていう、毎日本当に楽しいです。もしサッカー選手でなければ何をしていた？そんな多分頭良くはないんですけど、子供が好きだったんで、学校の先生とか、あとは少年団のコーチとか、中学校のクラブチームのコーチとかはサッカー選手じゃなかったら、何かしら子供に関わる仕事はやっていたのかなと思います。どんな性格だと周りの人に言われますか？おとなしい、静かとは言われますね。大地君には陰キャって言われます。大地さんはね、かなり弾けてますから。はい、そうですね。大地君はちょっと元気いっぱいです。桜井辰徳選手の名前の由来は？お父さんが原辰徳さんのことが好きで、男の子が生まれてくるんだったら辰徳っていう名前にしようっていうお父さん決めてたらしいんで、その原辰徳さんからそのまま名前をもらいました。ではやはりプロ野球をお父さんが目指してほしかったんですかね。多分お父さんは野球選手になってほしかったんだと思います。寮での自由時間は何をしていますか？疲れて2時間ぐらいは昼寝して、でその後は読書か YouTube を見てます。その親から送られてきたっていうか、こういう本読みなっていうのは、そのこっちに来るときに送られてきたんで、それを読んでる感じですね。次、最近ハマっていることは？最近っていうか、ずっと YouTube はハマってるっていうか、ずっと見てます。ちょっと今回この映像を YouTube に公開しますが、皆さんから何かコメント欲しいですか？いや、特に大丈夫です。何かね、いいこと書いてもらえるといいですね。いいことなら書いてほしいです。次、神戸で遊びに行きたいところは？六甲山行って夜景を見たいなと思います。なかなかね、最近そんなにどこかに行けることもないかと思いますけども、行けるようになったら行きたいと。それまだ免許も行けてないんで、自分の運転で夜景見に行きたいなと思います。
次、好きなおにぎりの具は？いくらですね。コンビニとかでおにぎり買うとき、いくらが好きなんで、ちょっと高いですけど、いくらですね、好きなおにぎり。次、好きな食べ物、嫌いな食べ物は？好きな食べ物は、お母さんが作ってくれるチーズインハンバーグと、あと甘いものが好きなんで、それもお母さんが作ってくれるティラミスは好きです。で、嫌いな食べ物は梅とレーズンは食べれないです。次、好きな動物は？好きな動物は犬と、あとその自分が実家にいるときにインコ飼ってたので好きになりました。ちょっとね、今小鳥のさえずりも聞こえておりますが、うん、鳥好きなんですね。はい、鳥、なんか実家でよくやってたのは、お父さんがヒヨドリとかがその庭に来てパン投げて食べさせるとかやってたんで、結構鳥は好きです。はい、次、好きな言葉や座右の銘は？コツコツが勝つコツ。それを聞いたのが高校の時 で、うん、でコツコツやってれば実を結ぶよみたいな話はされたんで、その言葉を大切に今もずっとコツコツ積み重ねてやってます。はい、次、プロになって初任給は何に使いましたか？両親にマッサージチェア買いました。一番最初は両親に買ってあげようと思ってマッサージチェアプレゼントしました。それは一緒に買いに行ったんですか？姉がいるんで、姉に相談して、でこんくらいでいいかな、これで大丈夫だよねと聞いて、で通販で買いました。で家に送ったと。はい、ご両親の反応は？ ありがとうっていう感じです。最近買った高額の買い物は？最近はバッグを買いました。お、カバン。はい、ちなみにおいくらぐらいですか？まあ、ちょっと6桁買っちゃいました。それは遠征の時なども持っているんですか？いや、まあ、その遠征で持っていくために買った、そのご褒美っていうか、まあ、なんか自分が出た試合で買ったらご褒美で買おうかなって思って、そのルヴァンの徳島戦で勝利したので、ご褒美でその今後遠征のリュックとしてそれを使おうって思って買いました。次、これまでにもらったバレンタインチョコの最高の数は？覚えてないんですけど、多分2つとか3つとかだと思います。いつぐらいですか？小学校ですね。いや、本当です。全然持てないんですよね。はい。高校時代、お友達とかでたくさんもらってる子はいましたか？高校時代、いや、あんまり見なかったですね、高校は。前橋育英のサッカー部。はい、自分の代は多分そんなになかったと思います。次、彼女の誕生日はどんなことをお祝いしたいですか？まあ、なんかどっかお店でなんか店員さんがハッピーバースデーのなんか持ってくるとかあるじゃないですか。ああいうことをサプライズでしてあげたいなとは思います。次、海外旅行で行ってみたい場所は？スペインとかパリ、その辺かな。ちなみにこれまで海外旅行で行ったことはありますか？いや、一回もないです。海外プロになって、まあ、プロサッカー選手としても行きたいですし、旅行でも行きたいなと思います。次、もし12億円が当たったら？
貯金と、まああとは自分の好きなものいっぱい洋服とかいっぱい買って、あとは美味しいものをたくさん食べようかなと思います。次、無人島に何か一つ持っていけるなら何を持っていく？サッカーが好きなんで、とりあえずサッカーボールですかね。わかんないですけど、サッカーボール持っていきます。以上、桜井辰徳選手の30問30答でした。ありがとうございました。ありがとうございました。